新日本建設国民運動とは、日本社会党を中心とする片山明内閣によって呼びかけられた文化上、精神上、生活上の改善、啓発運動である。戦前の国家主義、日本主義を標榜する運動とは別。新日本建設国民運動要領を閣議決定した片山内閣の閣僚たち1947年6月20日の閣議決定。 新日本建設国民運動要領によって基本方針が決定された。要領の推進者として森と達夫文部大臣の名が挙げられる。要領には祖国再建を目指す積極的な意欲と情熱に満ちた力強く新しい精神、自立自給の責任感と相互扶助の友愛心、生活の窮屈に打ち勝つ心構え、明日の正しく明るく力強い文化日本など、 国民の精神、文化の発揚、自己啓発を強く呼びかけるフレーズが並んだ。要領では、勤労意欲の高揚、友愛協力の発揮、自立精神の養成、社会正義の実現、合理的、民主的な生活慣習の確立、芸術、宗教及び、スポーツの重視、平和運動の推進という7つの目標を達成するための、 新生活国民運動の展開が呼びかけられた。要領に基づいて、社会教育連合改編の新日本建設の道といった書籍も出版された。第1章を我が国経済の現状として、第2章以下は7つの目標から各章が構成された。勤労意欲の高用を、戦前最後の ILO 東京支局長、 戦後最初の中央労働委員会事務局長を歴任した、あゆさわいわを、友愛、協力の発揮を、教育者の笹森純三、自立精神の養成を、経済学者の高橋誠一郎、社会正義の実現を、森戸達を、合理的民主的な生活慣習の確立を、婦人運動家の奥夢を、芸術、宗教及び、スポーツの重視を、文筆家の荒い各、 平和運動の推進を1946年から新日本建設、キリスト運動を開始していた香川とヨヒが書いた。動員の対象とされたのは、各界代表者、学校、学校関係団体、青年団、婦人会、労働組合、農民組合、各種産業団体、放送団体、文化団体、宗教団体などであった。新聞、雑誌、 放送、映画、演劇、音楽、文芸などのメディアの動員も求められた。要領は全国各地に国民運動協議会を開催し、公民館を拠点として地方の実情に応じた新生活国民運動の展開を促した。企業や労働組合には勤労者の教育を徹底し、職域を中心とするリクリエーション運動を促進することが求められ、 後に、これが企業による家族計画への干渉につながっていったとの説がある。要領は憲法普及会と同会を主体とした日本国憲法に基づく政治教育運動の推進を謳っていたが、憲法普及会が1947年末に解散したため実らなかった。一方、 新生活運動推進協議会という地域組織が各地に作られ、片山内閣が退陣し、保守合同の後も地域や企業によっては住民ぐるみ、従業員ぐるみの運動を展開していくことになった。ありがとうございます。